I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me.
でも誰にも私のことは分かりはさせない。どうだ、自分たちがいかぶってきたやつにやられた気分は。どうした、私の現実が、お前らの現実を壊すんだ。最高だ、これが取れてあるから。それを知ったら落ちても疲れるなんて。ほら、お前も出してみろよ。なんだ、まだできないのか。そうだ、忘れてたよ。熱を入れてもらおうか。なんで出ていっちまったんだ。てか、すぐ助けに行ったってのにさ。何のことかわからない。キッチンに筋が気づいてなかった。お前やっぱり死にたくない。でも、もういいんだ。安心しろ。俺がお前。うわぁ、君が、二人。すごいだろ。アバターを操作したら、現実でもお前になれたんだぜ。彼のアバターを盗んだ犯人は、やっぱりお前だったんだね。何のために彼に成り代わろうとするの？成り代わる？何のことだ？だって、もう俺がお前なんだぞ。俺たちの一緒だ。現実でも、エデンでも、俺がお前だ。俺こそがお前なんだ。君のデジモンが。なんだ、やればできるじゃないか。そうじゃなきゃ面白くない。力ずくで取り返してみろよ。できるもんならさ、俺がお前になってやるよ。それじゃあいつまで経っても終わらないぜ。
領事。下がってろ。どっちが本物かなぜわかる？てか、あいにくまだそこまで猛力してねえよ。ウーティエ、なんでお前たちはいつも俺たちの邪魔をするんだ。どけよ。そこに立つのはお前じゃない。消えるのはお前だ。なんだそれ。そんなんで戦えるのか。キーキーうるせんだよ。そしたいいか、さっさとかかってこい。ちくさんしたか、思い知らせてやるよ。邪魔なんだよグーディー。いいぞ、やれ、アルカディモ。デジモンを吸収しただと？なんなんだよ、そいつは！なぜ逃がした？バカ野郎が。名前にも程があるぞ。エリカだ、バカ。待っちゃいないさ。あいつは、行ってしまうんだ。もう疲れた。エリカの兄でいることに。だが、千歳をあんな風にされた落とし前だけはつける。エデンにいるハッカーを一人残らず消してやる。ユージ、何も言わなくてもいいよ。ワームモンを通して聞いてたから。お兄ちゃんが言ったことも全部ね。エリカ。いいの。もう分かっていたことだから。君はお兄ちゃんを止めてハッカー狩りなんてしたら、ウーディエがエデンにいられなくなっちゃう。ユージと話をしなきゃダメだよ。千歳を救うのも大事だけど、それはあんたには隠せないね、ワームも。そうだよ、これはただの逃げ。お兄ちゃんにああ言われるのが怖くてずっと逃げてたの。でももう逃げない。次はあんたが彼についていてあげて。もうすぐだから待ってて、お兄ちゃん。私は消えない。